ミッキーマウスサウンド君第2弾ということででしてね、前回の蒸気船ウィーリーに引き続き、また、活動弁士、活弁やってみようというわけで、今日はプレーンクレイジー、訳し方によっては放送禁止用語。さあ、どんな話かと言いますと、いきなり始まりました。牛が出てきました。この牛っていうのは、食作品では、純レギュラーみたいな、そういう感じだったんですかね。あ、なるほどね。いろんな動物たちが作っているのは飛行機みたいな感じですかね。うん、なんとなく宮崎アニメを思い出すというディズニーにもかかわらず、あ、我らがミッキーが出てまいりました。初期作品なんですけど、実はウィリーよりもこっちの方が制作自体は早かったそうで、キャラデザインも今とは随分変わっておりまして、見ているのは母リンドバーグでしたね。俺も空の英雄になれるかということで、ミッキー鏡を見ながら何やら、なるほど、にやり笑ったりなんかしちゃったりして、リンディに自分は似てないと。さて、では何をやろうか。お、これはミッキーの相棒のグーフィーの原型となるような、この初期ディズニー作品というのは毎回こうやってその、動物虐待が必ずネタに盛り込まれていると。今の倫理規範では絶対にできないような、そんなネタが多かったですね。出発進行、おーった、飛行機が始まった、おー、すごいすごいすごい、やーった、この動きの表現っていうのが、やっぱりディズニーなんですな。やってしたー、うまくいかないよった。ああ、なかなかリンディにはなれないなと。こんな声で泣くの？さあ、どうしたもんか。ん？お、いいのを見つけたよ。これを、こうして、ミッキー飛行機に改造しようということですね。なんと、お手軽な DIY と。プロペラをつけて形をスマートにして後輪を外して、やったやった、出来上がったかしら。何かが足りないというところに取り勝ったのは不幸な七面鳥ミッキー。何やら考えて、本日の動物虐待第2弾ということで、哀れなる七面鳥は逃げ去ったんですが、これを飛行機につけますと、なんとなくそれらしい様になってきたということで、さあこの作品も登場します東鉄を持ってきたミニーマウス。この飛行機に一生に乗りませぬか、東鉄なんつって。誘われたミニ、喜んで、乗せ方が、なかなか乗ら、あっと乗せ方は5変ですが、乗りましたね。先ほどのグーフィーちゃん、もう一回登場します。今度は輪ゴムじゃなくて、プロペラ回しが来る。さあ、スタート。飛ぶぞ、飛ぶぞと。ライト兄弟が飛行機を発明したのが1903年。それに対してこのアニメーションが発表されたのは1928年。もう飛行機っていうものがなかなか人口に解釈され始めているという頃でございまして。ああ、止めて止めて止めて、殺される飛行機に殺される、恋人に殺される。もう一回出てくるけど、これはミッキーじゃないね。ミッキーはここにいました。止めて止めて止めて、助けてくれ、助けてくれ、助けてくれっていう爆笑問題の太田さんみたいな。牛が出てきました。ああ、大変だ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 と、おっと、すごいアングルですね。な、見方によってはエロチック。牛の後ろを追いかけるという。ああ、どん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 迫ってきます。牛が後ろに迫ってくる。牛だけに。ああ、トンチョ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 ン、今度は牛が後ろにいますけど、おーっと、この乳を絞るというギャグは、なんか、小食品のディズニーが好きなんですな。さあ、なかなか止まらない。牛さん、牛さん、牛さん、止めてくれ、止めてくれ、止まりません。もう止まりません。さて、ああ、なかなか動かない。ああ、届かない、届かない。さあ、どうしたい、どうしたい。感触起こしていくんですよ。牛が悪いわけじゃん。牛早いっすね、しかも。おっとい。さあ、止めてやるぞ、止めてやるぞ。どんなこと、ああ、しまった。外れた。ああ、ぶつかる、ぶつかった。ドカーンと行かないで。なんか、うねうね回ってどこに行くのか、またぶつかるという時に、空を飛びました。すごいですね。飛び方がすごい。うわーっと。うわーっと。ミッキーに引き続きミニーの像まで、わー、頭を下げれば大丈夫。ぐるぐるぐる、ぐる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 と平常運転に戻りました。ねえ、いいでしょ？僕と付き合わない？僕は君のことが好きなのさ。何やってんのよ、この変態セクハラ親父松本人志。私はそんなことしたいかったわけじゃないの。チューなんかしないわよ。ミッキーしないの？せっかくこんないいデートを作ったのにさあ、ミッキー悪い顔してんな、おい。ぐる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 、ミニーマウスをいじめ抜くミッキーでありました。すごい追い方してきて、おーい。こんなことをされて、
それでキスを迫るんだから、本当に俺はもうセーブゴログ以外の何者でもないという。最低だな、ミッキー、おい。おい、ああ、ついに叩かれた。もう私そんなこと言ったらね、こんな飛行機に乗らないわよ、ボルグ博士お許しくださいなんつって。ああ、どうしよう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 。あ、こういう時に便利なのが、ミニーマウスのパンツということで、このパンツギャグも、だいぶウォルトディズニー初作品ではいっぱい使ってますけど好きなんですな。ああ、今度はミッキー乗れない乗れない、お約束の飛行機ギャグ、わーっと引っ込んだ飛行機ごと墜落して、すごいアングル、ぶつかっちゃうぶつかっちゃう、木にぶつかっちゃう、ドーン、クラッシュ、バーン。とてちって、たとちって、とてち、どんと。ああ、ひでみに会いました、ミッキー。また、とうてつが、とうてつだが、なんつってね。さて、ゆらりゆらりとミニーマウスは前降りて、すごい形のパンツになってしまいましたけれども。ははははは、と、はっていうふうに書いてある。当然ミニーからも嫌われる。くそー、こんなとてついらねえ。これでおしまい。